プロジェクトミルキーホームズ探偵オペラミルキーホームズ探偵オペラミルキーホームズオルターナティブワニン2探偵オペラミルキーホームズオルターナティブワニン2は2012年に放送された日本のテレビアニメ探偵オペラミルキーホームズを原作として JC スタッフアニメーションスタジオアートランドにより2作品が制作されたゲーム探偵オペラミルキーホームズを原作とした テレビアニメである。メディアミックス企画、プロジェクトミルキーホームズの一環として制作された。このメディアミックス企画では、アニメ作品を何度か世に送り出しているが、いずれも原作をゲーム版としながらもアニメ版独自の設定やストーリーを展開しており、主人公もゲーム版とアニメ版とでは異なっていた。本作は、従来のアニメ作品とは異なり、 最大の特徴としてゲーム版主人公小林オペラが物語の中心に位置する。ミルキーホームズたちとともにゲーム版に準拠した世界観のもと本格的な推理アニメ作品として制作されている。アニメ制作スタッフも大幅に入れ替えられ過去3作で監督を務めた森脇誠に代わり新たに岩崎義明が監督に就任。 脚本は草原推理短編小歌作などの受賞歴を持つ推理作家の伊上隆代が担当する。音楽についてはゲーム版はモナカが担当しているのに対し過去3作のアニメ版ではエンジェルノート所属者が担当していたが本作ではモナカと井ノ原聡氏の双方が担当する。担当声優についてもゲーム版を踏襲して森島修太が 主人公役に起用された。ゲーム版はシリアスで恋愛が中心の作品であるのに対し2012年までに制作された過去の森脇版アニメはギャグやコメディが中心の作品であった。その内容に合わせゲーム版の主人公小林オペラは森脇版アニメにはほとんど登場せず代わりの4名が主人公となった。しかし視聴者から ゲーム版のように小林先生が主人公のアニメを見たいとの要望が多数寄せられたことを受けゲーム版に完全準拠する新たなアニメ制作が決定した本作の内容についてメガミマガジンではゲーム版のイメージを踏襲した本格推理活劇と報じており小林の元で4人が推理に挑むため テレビ版では見られなかった彼女たちの真面目な一面が描かれると評している。同様にアニメージュでは今回はちゃんと推理します。との見出しを掲げた上で本作の内容について探偵らしく活躍する。と報じている。月刊ニュータイプではシリアスな世界観で小林とミルキーホームズの推理が光る。と歌いニャンタイプでは 今回はシリアスな世界観で真面目に推理と伝えるなど、各マスコミとも、総じて従来の森脇版、アニメシリーズとは一線を画した内容について大きく取り上げている。また、内容の変更に伴い、従来の森脇版アニメからスタッフが一新されることになった。プロデューサーの中村信幸は、本作は、テレビ版とは、路線が、全く違うので、 監督を岩崎義明さん、脚本を伊上隆代さんというように新たな婦人で制作されていますと説明している。時系列的にはゲーム探偵オペラミルキーホームズでの事件を解決した直後とされており、イギリスに渡って活躍する小林オペラを追って教え子のミルキーホームズがロンドンを訪れるところから始まる。そこでミルキーホームズは 犯罪者に襲われていたイギリスの探偵学校の生徒を助けたことで事件に巻き込まれることになる。イギリスでの小林のライバルとなるスコットランドヤードの警察官やイギリスの探偵学校の生徒、さらには新たな怪盗らが登場する。プロデューサーの中村信之は小林先生の指揮のもと知恵とチームワークで 操作する点と、回答を追いかけるチェースシーンの二つを挙げている。本作は主に、ロンドンを舞台としており、プロジェクトミルキー・ホームズの各作品としては初めて、サダと横浜以外が主要な舞台となる。また、小林オペラが主要な登場人物として、テレビアニメに登場するのも初めてであり、彼の声を演じる、森島修太にとっては、本作が、 初のテレビアニメ主演作品となる。かつて探偵として活躍し、後に、ホームズ探偵学院の教官となった、小林オペラと、その教え子である探偵チーム、ミルキー・ホームズらが活躍する。探偵学校の生徒であるリリー・アドラー、インビジブル・キティの異名を持つ怪盗のキティ・エヴァンズ、スコットランド・ヤードの警部である、ハートリー・クイーン、さらに大佐の階級を持つエドガー・モランなどの、 新キャラクターが登場する。第一作は、探偵オペラミルキーホームズ・オルターナティブ・アンギンが、最速上映会として、2012年8月18日より、東京都新宿区の新宿バルト9にて、先行上映され、同年8月19日より、ニコニコ動画にて、有料先行配信され、同年8月25日に、東京 MX 他にて放送された。 第2作は、探偵オペラミルキーホームズオルターナティブ2川口、最速上映会市忘れ。ワクワク、ミルキランドと題し、2012年12月9日に、埼玉県の川口総合文化センター、リレアホールにて、先行上映された後、同年12月31日に、東京 MXBS11 で、同時放送されたスペシャル番組、 武士も大晦日アニメ祭り内にて放送された。ありがとうございます。